はいどうもバリコンです。今回はこのデストロ246第7巻のレビューをしていきたいと思うんですけど、今回この第7巻で完結っていうことですごい楽しみだったんで、いつもはしないんですけど、今回これ予約して買ったんですよ。で、この最終巻、いつも通り面白かったって言いたかったんですけど、今回のこの最終巻、個人的には結構不満点がありましたね。デストロ246はずっと安定して面白かったんですけど、最終巻のこの終わり方は、霧のいいとこで終わったっていう感じで、普通にまだ続きが書けるオチだったんで、これが8巻9巻の通り道の7巻だったらそんな微妙ってこともないんですけど、でもこれで完結ってなると、ちょっとあっさり終わりすぎかなって思いましたね。なんか最初の頃はこの2人が主人公っぽかったんで、僕ずっとこの2人が主人公だと思ってたんですよ。なんで最後ら辺はこの2人の話の続きがまたあって、切羽詰まったバトルとかがあるかと思ってたんですけど、途中からはこのイマリっていうキャラが主人公になってたんですよね。で、そのまま最後はこのイマリっていうキャラのエンドで、今まで結構激しい話だったんですけど、意外に最後は静かに終わりましたね。いろいろ最終巻の不満言ったんですけど、でも本当この凶暴女子のガンアクション漫画すごい面白かったんですよ。メインキャラみんな女なんですけど、男よりも男らしいというか、筋肉ムキムキでめっちゃ強くて、すごい突き抜けた感がいいんですよね。雰囲気とか顔的に一番怖いのはこのキャラなんですけど、このキャラがトイレに入ってた時に上から水をかけられるんですよ。そしたらそのトイレの状態のまま怖い顔で、誰だよ殺すぞとか言って、そういうとこちょっと笑えるんですよね。本当に最終巻これで終わりなのはすごい残念ですけど、でも一応前巻通して面白かったです。殺し屋とかヤクザのその日常を楽しむ漫画なんで、こういう終わり方もありかもしんないですね。新作も今考え中みたいなんで、また面白そうだったら買おうかなと思います。ということでレビューはこれで終わりたいと思います。で、次回はもう一個完結感があるんで、次回は多分その完結感のレビューになると思います。ということで今回はデストロ246最終巻のレビューでした。